さあ、ということでね、寄ってきましたけどね、まあ自販機ってね、ありますけど、なかなかね、セブンイレブンがあって、セブンイレブンが夜も営業してるんでね、まあお茶を買ってきましたと、いうのとですね、やっぱね、ちょっと上げてかんとね、まだまだ、ね、道中、険しいですからね、上げてきたいなと思っててね、あ、そうだ、セブンイレブンが入ってるんですよね、まあ、土山のね、サービスエリアも何回も来てるところだとよく知ってるんでね、あ、そうだ、セブンがあるし、今セブンって言ったらね、もう山田さんのお気に入り、R コーヒーボトルね、あれで上げようやないかと、あれはね、上がるんですよ、上がるんでね、よし、あれで上げたろうと思ってね、見に行ったんですけどね、全然打てないんですよね、あれと思って、そうや、ここ滋賀県なんですよね、そうだ、ここギリギリエリア外だってことで、あれ自衛隊か、おお、自衛隊の車両だ、3台ぐらい連なってきましたね、で、違う、そう、ですから R コーヒーボトルね、当然売ってるわけないんですよね、あれ三重県までなんでね、東海3県なんで、そうだ、滋賀だ、ここは滋賀だった、あのちなみにおでんも味噌がつかなくなるの、ここの境界線だったりするんですけどね、まあちょさすが西と東のね、東西の境目と呼ばれるところなんですけど、でね、さあしまった、あげれねえぞと、どうしようかなと思ったんですけどね、でね、ちょっと店内探しておったらね、だいぶね、ちょっと毛色が違う商品なんですけど、なんかこんなん売ってたんですよ、白バラコーヒーって、あんまこっちで、うちらの方では全然見ないですよね、どこのやつなんだろう、鳥取県東佐古郡琴浦町ってなってますね、琴浦だ、あっちで作ってるやつらしいです、大山、大山ですね、大山って書いて大山の大山乳業協同組合ということで、あれですね、大山、あれですよね、うちのところでも、あれも YouTube では上げてないのか、うん、あの、ね、こっちの鳥取とか行ったときに、これ、あれは、しんちゃんと食べたりしてたから、あっちだな、その、前にね、ティラティ撮った、なんだっけ、トラベルダークネスっていう企画ね、トラベルダークネスになんだっけ、天の橋立、稲の船や、鳥取砂丘、出雲大社、弾丸日帰り旅行の旅っていうね、全部日帰りでぐるっと全部回ってくるという企画やってね、その時朝の4時に天の橋立って言ったんですけど、今日もね、朝の4時ぐらいに着きそうですね。なんで？なんで毎回朝の4時に行ってんの？俺、天の橋立に。バカじゃねえの？バカなんですけど、うん。バカだからね、そりゃ資格試験もね、全然ね、受かりませんし、ダメなわけですけどね。そんなダメな人間でもね、チャンスを与えてくれる YouTube って素晴らしいなと思いながらね、もちろんニコニコもね、って思いながらね。で、そう、白バラコーヒーっていうのをね、見つけたんでね。あとでちょっと写真撮った。ちょっとね、やっぱこれの明かりだと、ちょっとね、明かりがね、微妙だと思うんで、ちゃんと知って出したので撮っときます。よいしょ。撮ったから3分写真が上がってると思いますけど、こんな感じのね、白バラコーヒーってことでね。どうかな？上がるかな？まあ、値段はね、安かった。102円とかだったかな。確か税別で102円とかそれぐらいだったんで、全然安いんです。全然ありなんですけどね。まあ、せっかくね、やっぱ西に来たらね、西っぽいもんをね、食べたり飲んだりしたりですからね。さあ、じゃあ、ちょっといただきましょう。どうだ？あ、本編の人に言ってなかった。すいません。今、土山です。あ、最初にテロップ出しとくか。おなたに出てるから。土山です。京都に着いてから回すかなとかって言ってましたけど、めちゃくちゃ滋賀で回してません、途中の。うめえ。あのね、めちゃくちゃミルキーなんですけどね、あのちゃんとコーヒーのビター感ありますね。いいなこれ。なんだよ、まろやかというよりはミルキー感とビター感がこういう感じである感じですね。 M字な感じだ。あ、うめえ、いいですね。よし、まあ飲んでね、落ち着いたらね、まあさとはいえね、あの牛乳飲んどいてなんなんですけど、
言うてまた今日もねお腹の調子はね大乱調ブスバスブラザーズ、かましてますんで、すでに、出発前に一回行って今ここのトイレでもう、見事にブリブリかましてきてますんで、さあ果たしてこの牛乳がきっと出るかどうかわかりませんけど、とりあえず結構上がったんでいいと思います。なんでしょう、このまろやかな上がり方、こういうのはね、まだロングランですからね、今、1時ってことは、何分だったっけ、5時59分だったっけな。キャプチャーした画像を上げときますね。こんな感じ、あそこでね、公式サイト、京都丹後鉄道さんの、公式サイトでね、見れるんで、またリンク貼っときますんで、それ見てもらったらいいかなと思うんですけど、こんな感じでね、今日のね、6日の、予定がですね、これですね、5時59分から、安美野出発、豊岡じゃなくて安美野なのねっていうね、で、西前鶴に着くということなんでね、いやー、5時59分、わー、ちょうど5時間後か。遠い旅になりそうだな。で、工程がね、ちょっと、ちらっとしか頭に入ってないですけど、あれですよね、確か、京都、普通に高速網だけ見てると、前原の先からずっと琵琶湖の北回ってね、敦賀の、あたりからね、小浜のあたりとか通って、で、前鶴経由で行くみたいなルートが出てたんですけど、多分、京都からあっちの福知山の方に向かって、なんか高速道伸びてましたよね。その高速じゃなくて自動車専用道みたいなやつだったと思うんですけど、あったよなぁと思って、私はそっちから行こうと思ってるんですよ。あ、そうですね。京都縦貫道が通っておって、京都縦貫道で、京丹後の、手前まで行けますもんね。そっからも遠いんだな。え、遠いなぁ。峰山じゃなくて、あんな、ここまだ142キロ。一直線で142キロですけど、これ、まあ、一応、大丈夫そうですけど、着きそうですけど、全然余裕そうには見えますけど、多分途中でもう一回休憩挟むでしょうからね。ルート見たい。降りてからのルートかわからん。一応 Google マップさん信用してみようかな。あ、今ね、ちなみにナビタイムでパッと開いてみたらそんな感じだったんで、アミーノ。京丹後でも相当、端っこの方にあるんだな。遠いね、有料道路で。稲山とかそっちの方通ってくるらしいんですけど、ちなみに、確かその、ユラさん号は、ノンストップで走るんでしたっけ、っていうことなんでね。遠いな。まあせっかくだからね、しっかりと見ていきましょう。いやー。2時間27分かかるって。まあだから有料で2時間27分予定なんで、一応ナビ入れてきます。2時間27分だから、今から3時半。ああ全然余裕は余裕ですね。ですからまだちょっと一発休憩挟んで、どうせならね、夜中だとね、本当逆にサービスエリアとかでないとね、ちょっと食えるものとかもなかったりしますんで、多分道中でちょっと一発、まあここで食べてもいいかなと思ったんですけど、まあどうせならね、ちょっと京丹後っぽいもんね、食べたいなってのもあるんで、向こう側の方でね、サービスエリアとかあったらそっちの方で入って、食べたいとかね、してみたらなと思っております。ではね、本編の方はまた、ぐいっと飛ぶと思いますけど、ご容赦ください。よろしくお願いいたします。サブちゃん撮るのかな、もう喋らんかもしれん、ごめん、前衛の映像だけお届けするサブちゃんでもいい、ダメ、どうせ誰も見てないからいいっしょ、よし。あのね、さすがに疲れてきて喋るの